ヤマハジールはかつてヤマハ発動機が製造販売していた 250cc のオートバイである。1991年2月より販売が開始され、1992年3月のマイナーチェンジを経て1999年に製造を終了した。形式は 3X。車体種別はネイキッド。ジャンプするイルカをイメージした斬新かつ個性的なホルムが特徴。 低重心エンジンと絞り込まれた 735mm の低く足つき性の非常に良いシートにより取り回しが楽なため、主に女性ライダーやビギナーから高い支持を集めた。欠点として、サイレンサーが錆びやすいこと、キャブレターの中のゴムパーツ劣化に他のバイクより敏感なことなどが挙げられる。タンク周りの外観は1989年。 第28回東京モーターショー出展のコンセプトモデルモルフォの影響を大きく受けている。キャブレターの型番は FZR250R と共通の BDST28 であるが中の構造が大幅に違う。サービスマニュアルのボディカラーがダブルグリニッシュブルーメタリック1になっているのは5時。エンジンは FZ250 フェーザーから派生した同社のレーサーレプリカ FZR250R ベースの 250cc 直列4気筒でシリンダー45度前傾のジェネシスエンジンを中低速重視の 40PS にセッティング変更して搭載。高回転重視の FZR250R とは異なり排気デバイス XIP は採用されず4から2から2。 レイアウトのマフラーで、右2本出しサイレンサーを採用。快適装備としては、同時期の同クラスバイクと違い、フューエルタンク前方部分ハンドルとタンクキャップの間に、ある、小銭入れや高速道路チケットが入る、小物入れや、タンデムシート下にタンデムシートに固定可能な、ビニール製で A4 サイズの雑誌が入る大きさの専用バッグがある。など、 待ち乗りでの使いやすさを追求した装備が特徴である。またシートキーで開くのは収納のあるタンデムシートのみであり、普段使いで不要な部分に触る心配を減らしている。ヘルメットホルダーはシートキーと一体型になっており、軽量化に貢献している。取り付け位置はサイレンサーと反対の左側。ミッションの6速をオーバードライブとし、6速で走行していると、 タコメーターパネルのオーバードライブランプが点灯する。VMAX およびその国内イメージモデルである FZX750 同様、タンク横にダミーのエアスクープ状の飾りがある。これは、プラグ部分およびラジエーターをカバーしておりいたずら防止に効果がある。1992年3月にマイナーチェンジを行っており、図書家や一部パーツの違いがある。 輸出編用モデルとして発売された。日本国内モデルをベースにデュアルヘッドライトのビキニカウルを採用している。逆輸入車としての国内デリバリーはされなかったため、輸入中古車としても市場での存在は確認されていない。ありがとうございます。